この10年ちょっと前からやっぱり合格率が飛躍的に上がってきてる。私は本学の就職支援の素晴らしいところは、いわゆる教員採用試験に合格することだけが目的ではなくって、もう採用試験終わった後も教壇に立つ、その力をつけていくと、そういうメニューが実際ありますので、そこがやはり私は大事にこれからもしていきたいと。いいところはもう一人一人を見てもらえることかなと思います。論文添削でも一人一人こうメッセージも、ここが良かった、ここがダメだったってことも伝えてもらいましたし、集団面接の時もその意識の高い友達からこういうとこ良かったよっていう、お互いを刺激し合える大学だったので、先生からも刺激され、友達からも刺激されるという部分が本当に自分を成長させてくれたなと思っています。教えることに精通された先生ばかりいるので、自分が悩んだこととか自分が困っていることとか、フラッと立ち寄って、先生こういうこと今悩んでるんですけどというと、具体的なアドバイスを熱く話してくださるので、自分の不安解消につながりました。まずは大学の先生方です。例えば実技系の先生方、それから面接では大学のいわゆる教職の先生、それとあとは外部講師をその時にお願いしています。これはもうほとんど元校長で教育委員会幹部、いわゆる面接経験者、非常に学生は緊張します。ですが、まあ本番はそれ以上に緊張しますので、本番に近いそういう場を設定して、できるだけ本番に自分の力が出せるように、そんなことを考えています。現在の日本の国語教育、はい、こういうものについて何かお考えをお持ちですか？年間を通して教員養成講座というのがあるんですけれども、これは一人の先生が年間通して学生を指導していただきます。もう一人の先生による前期だけの教師への道というものもあります。これらは特定というか、一人の先生が学生をずっと長く見ていきますので、学生にとってはその自分の伸びとか、あるいは悩みなどもその先生に話をしたりして、非常に身近な先生としてそこで学ぶことは非常に大きくあります。いわゆる二次試験には模擬授業とか実技があります。これは模擬試験の直前にほぼ集中的にやっております。そういうふうで筆記と面接、一次と二次、それに合わせたものを3年後期から採用試験直前までいろいろメニューを用意してやっております。この次の区切りをきちんとするといいです。例えばどういうことかというと、みんなこうやって分かったりで、分かったりで、そこでさ、私一つ聞きたいのは、人の話を目で聞く、そして人の目を見て話すということを子どもには毎日毎日毎時間言っています。実際に現場に入った時に、僕のクラスでは通級とか別試合の子がいて、4月に入って、じゃあ担任の人は作ってくださいって言われて、で僕どうやって作るんですかって聞いたら、ちょっと厳しめな方で、それは自分で勉強して作るんや、やばいなと思った時に、先生が特に心がけたことはどんなこと？子どもたち授業の時間少し使ってでも、子どもたちに一生懸命思いを伝えること。起きるかもしれない、起きてからじゃああなたも傷つくし、怪我した人も傷つくよってことを一生懸命お伝えることをしていました。でその話をした時はうわーってなってた子どもたちも真剣にこっちを見て話を聞いてくれていましたし、自分の将来に向けて本当に一生懸命努力する、真面目で熱心にそのことに打ち込む、そういう学生が多いっていうことは、もう本当に聖徳部の誇るべき、これ伝統だと思うんですけども、大切なのは学生同士による自主練習、その中で仲間から学んだり、先生の指導を自分たちで考えたり、そこで話し合うことによって、教育のものの見方とか子どもの捉えというものが明確になっていきますので、このことが教壇に立って生きてくると。